タックまで2日酸素、初酸素マスク、スモールヒマラヤフェイスマスク、チェコ、チェコかっこいい。4リットル入ってんだこれ。よろしく頼むよ。じゃあこれ箱紹介やってみましょう。はい、まず、あ、そうしたら下までいいです。これ持ってまずレギュレーターの装着からやってみましょうか。はい、優しくそーっとネジを下に向けた後はこっちを回す。まだ、うん、そっち、もうちょっと、もうちょっとやって、抵抗がなくなるまで、あ、そう、斜めになってます。ちゃんとはまってないと、そこで無理やりやるとネジ山が切れたら終わりです、うんうん、ネジ山がくっつぶれたら終わりなんで、そうそう、スムーズに入ってくる。です。で、力が入るようになったら、あのボンベの方を回して、抵抗を感じたらボンベの方。なんかな、もうボンベの話した。あ、ん？何ですか？2になってます。2になってます。あ、はい。今プチッと押さえました。押した。オリンか壊れた可能性あるね。その音。まあ大丈夫です。はい。どこまで入れるんですか？最後。もう動かないから。思いっきりやんなくていいです。それはい。このぐらいでいいですか。それでとりあえずゼロに戻しましょうか。はい、それでマスクをつけます。おしまいです。入りました。ここそしたら、2で、あ、待って、すいません。星野さんね、これ見ながら、まず、今、出るの待ってください。何色？高いですね。はい、じゃあ、2リッター出しましょう。で、ここが動いてます。これ出てるっていう。もう分かった。で、普通に呼吸してください。鼻呼吸。どっちでもいいです。口でも。はい、上がってきました。87。2リットルでも87、89、90。じゃあ4リッターにしてみましょうか。4ですか今。96、これもう平地と同じ。うん97。ちょっと6リッターしてみましょうか。一生懸命呼吸しです、うん、でもう98ってことは平地と同じです、うんうんうん、はい、じゃあ止めましょうか。酸素の威力すごいでしょ。ゼロにしたん で、 まずこれを外します。押し回し、で、まず2にしてください。はい、臨時ケードを下に向けて外します。もうこちらを回していいです。だいたいね、この斜め45度ぐらいにするんですよ。で、これちょっと目がいく。一回してみてください。多分この紐の上から目がかけてくる。もうこう密着してないと、こっから空気が漏れて目が曇るんですよ。ここは、かなり密着でいいです。で、上から目がかけてくる。こ
この紐の上からこういう感じで全然干渉しない。あ、床材って。で、後で空気出した、酸素出した時にここからこう出ると、うん、あの酸素は吐く息も出るんで、うん、水蒸気が出るんで目がバーッと瞬間に曇るんですよ、うん、ここはもうきつく、で、顎も、まあ、ここも大丈夫、下は出ても大丈夫なんで、はい、OK です。美味しいね。